へえ、モリッツさんがそんなに怒るなんて一体どういうことなんだろう。どうせ調べられたら困る後ろ暗いところでもあんだろ。秘密の金庫でも隠してんじゃねえの。アンペルさんは調査を諦めちゃったんですか。門は絶対に探し出さなきゃいけないんじゃ。フィルフサが出たのは島の外だからな。今のところ無理してドレッペの高台を調べる必要はない。ならまだいいけどよ。ああ、なんかすっきりしねえな。島の外の遺跡は僕らも全然知らないから探索の役に立てないのが歯がゆいね。何、すぐ自分の足で探し出してみせるさ。それまで腕を磨いて。どうしたの。いや、あそこリラさんとどっかの子供かな。珍しい取り合わせだね。リラさん。ああ、お前たち戻ってきたか。でっかいの。は？でっかいのが水の中にいたの。浮かんですぐ消えちゃった。でっかいのが水の中に。リラさん、それってもしかして。詳しく聞いてみたが特徴が合致した。外界の魔物、それもかなりの大型だ。本当に入り込んでたんだ。急いで漁師さんたちに伝えないと。もう伝えたが、子供の言うこと見間違いだと誰も聞く耳を持たなかった。またかよ畜生。なんでどいつもこいつも。おそらく湖の魚を食い尽くして水面近くまで浮上したのだろう。陸に上がるのも時間の問題だ。陸に上がるって陸の上も歩けるの。そんな魔物一体どうすれば。村の人間が外界の魔物の存在を信じない以上、ライザ、お前の力を頼るしかない。私を。